すまないね君、待っていたよ。早速だが、君たちが外で見たことを教えてくれるかな。なるほど、シェーシャが巨大な卵に。あの卵が孵化することは新宇宙が生まれるということ。新宇宙ができたらクリシュナは本来の力を取り戻し救済を始める。私たちはその前に何らかの手を打つ必要があるわ。現宇宙の破壊、肉体という檻からの解放、スケールが大きすぎて実感がわかんな。ふん、話のスケールがどうであろうと我々がやることに大差はあるまい。そうだな、この状況で平和的解決なんて選択肢はないだろう。だろうな、俺らと奴らとじゃ価値観が違いすぎる。とすれば救済が始まってしまう前に僕らは目的を三つ達成しなくてはならない。一つ、クリシュナの討伐。二つ、フリンの救出。そして三つ、宇宙の卵の破壊。本来であれば人外ハンター全員を招集してことに当たりたいくらいの案件だが。ご覧の通り、先のシェーシャの演説の後、多くのものがあの状態なんだ。つまり、私たち以外の戦力は期待できないということだな。残念ながら、そういうことになるな。あのクリシュナの討伐と巨大な卵の破壊を俺らだけ。こりゃ骨が折れそうだ。おじけづいたか。いや、アシュラ海立て直しのウォーミングアップにはちょうどいいぜ。それと少し話は変わるんだが、松田さんに調べてもらったところ、この召喚機が誰のものかが判明した。これは我らのかつての盟友アキラが使っていたものだった。初めて僕らがアキラと出会ったのは、ちょうど彼が君と同じぐらいの年齢の時だ。君はアキラによく似てる。君を見ていると彼のことを思い出すよ。アキラって東京の民が天井の上に出た時、天井の上に残った人よね。確か東の帝国の初代国王の幼名もアキラだった。同一人物ということか。ああ、俺と藤原、アキラの3人は共に天井の上を目指してスカイを登った。その結果、俺と藤原は東京へ戻り、アキラは天井の上に残った。俺らが上と下に分かれたのは3人である約束をしたためだ。アキラは天井で天使を利用して国を作る。我らは東京で悪魔を利用して秩序を作る。約束通り、アキラ君はアキュラ王となり東の帝国を作った。俺たちも約束を守るために東京で人外ハンター商会を作った。機が熟したらどちらかがどちらかを助けるってはずだった。だが結局俺たちはアキラを救えなかった。アキラ君は僕らを助けるべくフリンと君をよこしてくれたのにね。君？俺も藤原も理由はわからないが、アキラとお前が重なるんだ。特にこのガントレットを渡されて以来、お前の姿はアキラを思い出させる。だからこれはいい年こいたおっさんの懐古主義だと思ってくれればいい。アキラ君の形見であるこのガントレットを君に託したい。受け取ってくれないか。僕らなりの第三の選択を。
それでは話が逸れてしまったが、クエストの話に戻るとしよう。といってもクエストの内容は至ってシンプルだ。多神連合を倒し、宇宙の卵を破壊、フリンを救出してほしい。他のハンターは皆植物状態で、援護に回せそうなものはほとんどいない。もはや頼れるのはお前だけだ。よろしく頼んだぞ。我らはこれより聖者が取り残した魂アストラル体を集める。残飯処理か。雑魚にお似合いの役割だな。煽んなよこの数を相手に。つかマジでどうすんだよこれ。こんなのとまともにやり合ってたら、卵のとこに着く頃には日が変わっちまうぞ。かといって、やつらを野放しにしたら、人の魂がどんどん狩られてしまうわ。やつらはここで食い止めないと。アストラル体の回収を仰せつかったのは、何もわらわたちだけではない。アストラル体の回収は、この東京全土で一斉に開始している。無駄な抵抗はやめ、速やかに投降し、我らにアストラル隊を差し出せ。チッ、来るぞ。まずは目の前の敵を片付けるのだ。Yeah.